れていくと間に合わないですよ。もうちょっと強く走ることできる？今軽くやってるだけ。あ、向こうでも押しました。パッピングはね、また言ってよ。さあ、それは川井里奈さんで曲は光へです。よろしくお願いします。でしたか。はい、暑い中よく頑張ったと思います。ありがとうございました。そして里奈さん、今日夕方の大演奏会に向けての意気込みお願いします。多分たくさんの人がステージに上がって来てくださる方もたくさんいると思いますので、私も本当に楽しんでステージ上がれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。そしてこの後夕方5時頃からつなぐ交響楽団大演奏会に川井里奈さんも参加してくれます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。もう間もなく本番始まりますので、お願いします。お願いします。ドクターと出会ってからいろんなこう光が見えてきた。で、子供を産めるようになる体っていうのは簡単なことではないことはよく分かってますが、子供を産めるように頑張りましょうって言ってくれた一言がもうすごく私の中では嬉しくて、それだけで今までの頑張りが報われます。はい、ありがとうございます。マジで来てよ。お願いだから。母さんもう一生懸命だから。ね、本当に。リ
2話の子供を抱いた瞬間に私の役割が終わったっていうか、もうそこで全て解決っていう感じですかね、思い描いてるのは。はい、こちらコニックスが指定管理します西尾市歴史公園に今川井里奈さんとお母様に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではこれから思いを込めて歌を披露していただきます。お願いします。さあ、それでは川井里奈さんで、曲は光へです。よろしくお願いします。会場にもお客様いらっしゃって、ステージにもたくさんの方が登ると思います。で、私も精一杯ステージを楽しんで終われたらいいなと思ってます。頑張ります。頑張ってください。リナちゃん、はい、どうも聞かせてもらいました。高谷にもね、本当にリナちゃんの思い元気伝わってきましたよ。ありがとうございます。そして黄色い T シャツがすごく似合っております。はい、夕方のステージ楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。栄えて待ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、この後夕方5時頃からつなぐ交響楽団大演奏会に川井里奈さんも参加してくれます。頑張ってください。Thank you.
楽、そして楽しい歌声、つなぐ交響楽団とともにお楽しみください。勇気を出して告白を。一番多かった告白のフレーズは、大切な人へのありがとう、そして愛してる、この2つの告白と歌を続けてご覧ください。ありがとう、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 ありがとうございます。いつもありがとうね、お母さん、ありがとうございました。ありがとう、oh
はいはい、どうも、みやさこです。違いますよ。さあ、本当にね、準備万端という感じなんですが、ちょっと一応聞いていきましょう。若菜ちゃん、はい、準備はどうですか？もう今日は朝からテンション上げ上げで、気合もバッチリなんで、一人でも多くの人とつながっていけるように頑張って歌いたいと思います。はい、さあ、ひらりちゃん、どうですか？はい、皆さんのご協力や大切な思いを受け取れるように、つなげていけるように頑張りたいと思います。なってください。他の皆さんもね、ゴスペル団の皆さんも準備万端ということでございます。24時間テレビ40つなぐ交響楽団の大演奏会はこの後4時59分に生本番です。あ、まだね、あ、ありがとうございます。あと15秒あるから、しばらくこれで、いや、無言、無言を超えます。15秒無言を超えます。徳井先生、喋ってください。15秒、ちょっとすいませんが、もうちょっと喋ります。もうちょっと喋れるみたいな、喋りすぎない程度にもうちょっと喋ります。ほら、OK だったよ。はい、ありがとうございます。移動してください。